と例えば、200キロですとか、まあ、300キロくらいまででしたら、日帰りでもあのグルメツーリングってできますよね。遠くにあるなんかレストランなりなんか食堂なりを目指して走っていって、でそこでゆっくり1時間ぐらいですねかけてゆっくり食事をして休憩してで帰ってくるというのが、まあ、できるかと思います。で、まあ、これでしたら、走行疲労もそんなにないですし、1時間ゆっくり休んでいる間に、前半の、走りの疲れもある程度リセットする、そういったことができるかと思います。まあ、しかし、下道だけで1日400キロ、350キロとか400キロを超えるようなツーリングになってくると、実は昼をですね、ゆっくり食べる時間がないですよね。で、日帰りで400キロのツーリングってなると、あのグルメツーリングにはならず、もう走るツーリングになると思います。基本的に走ってるツーリングですね。バイクに乗ってる時間をあの楽しむっていう、あのそういうツーリングになるかと思います。でその場合にはもちろん休憩はきちっと取りながら行くんですけれども、昼休憩で1時間半とか、休んでしまうとリセットされてしまって、もう一回走り出すのにもう時間も経っていますしね、体と心は緩んでいるしってことになるんです。でそうならないためにするにはどうするかというとですね、しっかりした昼食を取らないということになります。しっかりした昼食を取ると血糖値も上がり、血糖値スパイクっていうやつですね、最近よく聞く、緩んだところに血糖値が上がって、胃袋に血液が集中して、眠くなったり、運転に集中できなくなったりもします。そうならないようにするためには例えば2時間に1遍ですとか3時間に1遍栄養補給をしながら、休憩の時にそんなに時間をかけずに栄養補給をしながら走り続けるということになります。まるで苦行のようですね。まあ、しかしね、それが楽しい人には楽しいんですよ。でその場合、食事は持っていった蛍光食ですとか、例えばカロリーメイトですとかね、カロリーメイトとあと糖分が取れるカロリーメイトと缶コーヒーですとか、あるいは、コンビニに買った、ちょっとしたサンドイッチですとか、そういったものになりますね。でそれですと食事を取る時間も5分ないし10分でできる。そして、そんなに一度にそんなにたくさん食べないので、血糖値スパイクもそれほど起こりにくいですし、胃袋に血液が集中して運転中眠くなるということも起こりにくい。そうですね、運転中眠くなるっていうのは結構危険な兆候ですよね。バイクでも居眠り運転はしてしまいますのでね、本当に危ないですよね、バイクの居眠り運転。あ、そういえば私バイクで居眠り運転って本当に若い頃は寝そうになって、おお寝そうだった危なかったっていう経験はありますけど、これもこの10年ほどはないですね。バイクで寝そうになったことないですね。それも多分私のこの食事の取り方と関係してるんじゃないかと思います。水分とカロリーを適切に、取り続けながら走り続ける、2時間に1回なし3時間に1回、何かを食べ続けるで、栄養分カロリーを補給して、で、ツーリング中ってそんなに走っているって言っても筋肉をすごく大きくガバガバって使い続けているわけではないので、それほどカロリー量としては、まあ、消費してないんですけど、頭疲れてるんですよね。すごくもう寒暖なく
情報処理し続けていて、結構緊張連続していますので、頭は疲れてるんですよ。それで、やっぱりね、ブドウ糖とか、その脳に入る栄養っているんですよね、カロリーね。つまり糖分はいるんですね。ある程度の血糖値はいるんです。低血糖はツーリングでは危ないです。それで、チョコレートでもいいですし、私カロリーメイトとかブリトーとかが多いですかね。肉まん一つとかあんまん一つとかってのもいいですよね。そういったもので、空腹にならないようにカロリーも取りつつ、かつ満腹にならないようにしながら、でちゃんと水分を取ってですね、走り続けるというのがいいと思います。で、年取ってくるとですね、トイレ近くなりませんか？若い時よりもトイレが近くなると思います。で、特にコーヒーとか、カフェインには利尿作用もありますので、トイレ近くなりますよね。でもそれを利用して道の駅とか、もうコンビニでもほとんどトイレ貸していただけますので、そこに寄り、でその時にちょっとまた栄養分を、コンビニでねトイレだけ使わせてもらって何も買わないっていうのは、まあ怒られはしませんけど、ちょっとね、あんまり良くないですよね。でそういう場合には何か買って、チョコレートとかですね、何か買って、で、栄養補給しながら走る。ずっと休憩にもなり、でヘルメット脱いで入りますから、肩こり防止にもなりっていうので、走り続けるのにはいいと思います。私のおすすめは、シリアルでできている一本満足バーというやつですね。それと、コーヒーです。トイレ近くなっちゃいますけど、コーヒーですね。でトイレに行きたいことを利用して休憩できるのでそれがおすすめです。もちろん気分転換も必要ですし、喜びも必要ですから、グルメツーリングしてもいいですよね。その場合には午後眠くなるってことを考えて、休憩地を多く取るようにします。早めに走り出し、短い休憩を繰り返しながら血糖値が下がるのを待つ、そんな感じですかね。はい、今日はロングツーリングで疲れないためのノウハウ、こんなにダラダラ喋って申し訳ありません。ダラダラ喋ってきました。少しでも参考になったならば幸いです。ではまたお会いしましょう。滝和人でした。ありがとうございました。